皆さんこんにちは。こんにちは。ユニマットリーク福岡営業所の浦部と申します。同じくユニマットリーク東京営業所の東と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この動画では業務管理システム顧客指向の4月20日にリリースされました新機能ダッシュボード機能とレポート機能について紹介いたします。この動画を初めて見られて顧客指向を知られた方もいらっしゃると思いますので、浦部さん簡単に顧客指向のご紹介をお願いします。はい。顧客指向とはエクステリアリフォーム業務系に特化したクラウド型の業務管理システムです。顧客データを中心に営業の進捗の管理だったり見積もりの作成、契約工事の管理、発注原価の管理、入金の管理からアフターの管理まで様々な管理ができる業務管理システムです。ありがとうございます。今回この顧客指向に新しく追加された機能がダッシュボード機能とレポート機能になります。では檜垣さん、早速その新機能をご紹介をお願いいたします。はい、それでは早速ご紹介の方に入らせていただきたいと思います。4月の20日、午後にですね、更新の方をかけさせていただきまして、画面周り皆様のところ変わってきたかと思います。まず大きなところで申しますと、こちらですね、従来の画面だと、ここに顧客指向というロゴが入っておったんですが、ここが、なくなりまして、より、見やすく変わりました。そして、このバーの中に追加されたのが、ダッシュボードとレポート機能です。今回新しく作りますので、新規登録を押します。すると、新しい、ウィンドウが出てくるんですが、このようにですね、拾っていきたい情報を4つの項目に分けて、検索ができるようになっています。まず大きな点で言うと、従来の顧客指向の選択方法とは大きく変わりまして、非常に大きく選びやすいボタン形式にしています。で、顧客。という選択肢ですと、従来抱えているお客様の顧客台帳をもとに、顧客情報を住所ごとに拾っていったりですとか、はたまたクレーム内容を拾っていく。このように、欲しい情報にクリックして色をつけていくと、それに対する結果が出てくる。で、このようにですね、引き合い。これは、顧客指向の管理画面でも同じく、引き合い状態。のものを拾っていく。拾いたいときに選ぶ選択肢です。工事。こちらは、契約後のところに、関係してくるところになります。で、売上はその、名の通りですね、金額ですとか、その辺を拾ってくる入り口になります。今回は、ある一定期間において、契約金額と、それに対する予定原価の割合がどのぐらいだったかというグラフを作ってみたいと思います。で、まずは、顧客名。それから、営業担当。それから、顧客担当。そして、契約金額、工事名。最後に、予定原価。これを選択しておくと、おせす様の名前、そのおせす様に対して担当している営業担当の名前、顧客担当、それから、契約時に交わした金額と、その工事の名前と、最後に予定原価が出てくるという仕組みになっています。それで次。ここで今度は、たくさんあるデータの中から必要なものを拾ってくる設定になります。ですので、今回は、引き渡し実施日。例としてですね、ユニマットリックが、4月決算になりますので、2020年4月1日から、2021年3月31日。これ今私、もともと入力してたので、選択肢として出てきましたが、顧客指向の従来の機能と同じく、カレンダーで選択することもできます。
で、こちらの緑のボタンを押すと、選択肢をまた再度、入れ直すということができるんですけども、そのまま実行していきます。すると、先ほど設定した去年の2020年の4月から、2021年の3月までの間に人たちが完了した工事情報が一覧で出てくる。で、初期設定15件の表示となってますが、このようにですね、全件ですとか、100件というように、結果を、変えることができます。まあ、今回の結果はもともと15件しかなかったので、これが全部ということですね。ここで、保存ボタンを押しますと、この拾ってきた結果に対して、まず名前をつけるというところになりますので、実管理、2020年から2021年。で、ここですね、先ほどご紹介したダッシュボードに表示する場合は、ここにチェック。したくない方はチェックを入れる。さらに、こちら、グラフを作りたいときは、グラフを表示。で、グラフの種類、これはExcelでも見覚えがあるかと思うんですが、このように出すことです。選ぶ、各種選ぶことができます。で、今度は、そのグラフに対して、X 軸に何を入れたいの、はたまた Y 軸に何を入れたいのって出てきますので、引き渡し実施日と、予定原価と浮世絵金額。これを、選択して登録します。すると、今、私が作ったレポートがこちらのように開いてみたいと思います。すると、先ほど設定した通り、X 軸には引き渡し実施をした日程がこのように入ってきて、それに対して、この月、浮世絵金額と予定原価の割合はどんな感じだったのか、というのを、このような棒グラフで、表示して管理するようにできるで、まあ。従来ですと、実績を、コキコシコで拾わせて、それを Excel に放り出して、Excel 上でグラフ化しなくてはならなかったんですが、これを顧客思考の中で、一気に作れるようになったというのが今回の大きな、ポイントになっています。それでは、浦部さん。今度はですね、また違うデータで、違うグラフのパターンをぜひ作ってご紹介の方をお願いいたします。では、バトンタッチしたいと思います。はい。はい。では、先ほど出力をしたレポートとはまた別のレポートを出力してみたいと思います。で、例えばなんですけども、去年もしくは前期1年間でお客様が何を見て問い合わせをしてきたんだろうって言って調べていくの大変じゃないですか。結構皆さん、顧客台帳とかそういうの書かれてるわけですけど、実際にまた調べるのがすごく大変で、実際にじゃあそれを顧客思考に入力してあるデータを抽出して、簡単に調べてみたいと思います。で、このレポート機能を使います。では、早速、新規登録というところからレポートを作成していきたいと思います。はい。で、お客様が去年何を見て問い合わせをしてきてくれたのか、調べるこの4つのボタンの中のまずは引き合いというボタンを押します。はい。で、この引き合いの中から、調べたい内容をクリックしていきます。まあ、どなたがというところを調べたいのか、まず顧客名と、店舗を複数展開されているユーザー様は、じゃあどこの拠点でっていうのも出しておくなと思います。まあ、プラス一番大切なのが、何を見られてこられたのかっていう情報源を出力していきたいと思います。はい。なるさん。はい。ここで今選択している情報源
拠点は普段管理されている方多いと思うんですけども、はい、情報源ってどちらで管理してたか、ちょっとおさらいをお願いしてもいいですか？わかりました。ちょっと画面を戻りますね。はい。実は顧客志向。はい。このようなトップページになってます。で、それぞれお客様の名前を登録したりとか、する顧客の管理の画面が上の方に登録画面があったりして、下の方に行くと現在の引き合い状況がこのようにトップページに表示されています。で、例えばなんですけども、この中で、この引き合い内容、例えば花山かおるさんのカーポート工事という引き合いをクリックすると、はい。この引き合い情報の中に登録をされています。例えばここの引き合いですね。これはお客様から問い合わせがあった日を入力するところなんですけども、2020年の5月8日。で、じゃあ、どこの拠点でっていうところも入力をする画面が、ボタンがあって、さらに先ほどの情報源ですね。何を見られて、来られたのか、何をきっかけに問い合わせをされたのかというところが、ここの中から選ぶことができて、登録ができています。その登録をしたものを先ほどのレポートで抽出をすることができるというふうな流れになっています。なるほど。となると、引き合い日というところは赤文字になっているので、引き合い登録をする必須項目になっていると思うんですけども、そうなんです。まあ、今後、こういうレポートで管理したいとなると、この情報源ですとか、拠点というところも、管理の方法によっては絶対に入力しなくてダメよっていうルールは必要となりそうです。そうですね。とても大切ですね。まあ、拠点もしくはこの情報源は赤文字になってはいないので、必ず入力をしないといけないという項目ではないんですが、前期どのような問い合わせ情報源だったとかっていうのを実際に分析をするときには、とても大切なところになっていますので、こういう必須項目ではないところも入力をいただけると、後々必ずお役立てできるかなと思います。なるほど。はい。じゃあちょっと先ほどのレポートの作成画面に戻りますね。はい。じゃあ、このように調べたい内容をチェックした後は、じゃあ次へというボタンを押します。で、じゃあ、先ほどのお客様から問い合わせがあった日、引合日で、例えば、去年というか前期ですね、3月の決算だとすると、はい、ここに日付を入力していきます。ちょっと見えにくいですが、はい、2020年の4月1日から、2021年の3月の31日までの1期分を検索いたします。はい。そうすると、お客様のお名前と、どこの拠点で、さらに何を見て問い合わせをいただいたかという情報のレポートがこのように抽出をされています。はい。で、まあ、ここまでではなくて、じゃあ実際にどれぐらいの割合なのかっていうのを、先ほど見ていただいたように、じゃあどのようなグラフにするのか。まあ、割合を調べたいので、そうですね、円グラフがいいんじゃないかなと思います。うん、はい。円グラフを表示する。ということで、あとその他グラフの詳細の部分で、候補としてはじゃあこの情報源、はい、チェックを入れて名前を入力します。はい。で、登録を完了します。はい。そうしますと、はい、このようにレポートが作成されます。はい。と
ということで、今、前期分ですね、去年の4月の1日から今年の3月31日までの問い合わせの割合ですね、このように表示をして、直感的に、あ、この弊社はホームページが、ホームページから問い合わせ数が多いんだな、あ、次に紹介が多いんだなっていうところをこう確認をすることができるレポートを作成することができました。なるほど、これで戦略が練りやすくなるんですね。そうですね、自社の強みをどこの部分っていうところをどこを伸ばしていくのかっていうところが一見して分かる内容になります。ありがとうございます。はい、浦部さんありがとうございました。で、各種作ったレポートはこのレポート機能の隣のダッシュボードというところで、一覧管理ができるようになりますので、レポートを作った際にダッシュボードの表示というボタンにチェックを入れていただければ、作成したレポートをこのような一つのページで管理していくことができますので、先ほど浦部さんが作成した、前期の情報源レポートですとか、私の方で作成した、有日管理レポートを一覧でグラフで見ることができますので、まあ、従来よりもはるかに、今の会社の状況がどうなのかというのを、管理しやすく、なると思いますので、ちなみに、このダッシュボードにつきましては、メンテナンスの利用者マスターのところで、スタッフさんごとにダッシュボードを見て良いのか悪いのかという設定ができますので、まあ、より経営的な内容になってくるところを、見せたくないという、場合はですね、ぜひここで切り替えをしていただいて、権限の付与を、行っていただければと思います。4月20日にリリースいたしましたステコ執行の最新機能のご紹介は以上となります。ぜひ今後もステコ執行を使い倒していただいて、様々な活用をしていただければ思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。